CMOS イメージセンサー。CMOS イメージセンサー。CMOS イメージセンサーは、CMOS を用いた固体撮像素子。新 CD イメージセンサーと同様に、フォトダイオードを使用するが、製造プロセスと信号の読み出し方法が異なる。CMOS イメージセンサーの原理が考案されたのは1960年代後半と、古いが実用化されたのは、半導体微細加工技術が、 高度化した1990年代以降である。既存の CMOS 半導体の製造プロセスを流用できるため、専用の製造ラインを必要とする CCD イメージセンサと比較して廉価ではあるものの長らく、画質において画素感のばらつきがあるため CCD イメージセンサの後陣を排していたが、近年では補正する技術が発展しており、画質においても遜色ないどころ過量がする製品が、 増えつつある。タムイセルごとに増幅器を持つことで、光変換された電気信号の読み出しによる電気ノイズの発生が抑えられるという特徴を持つ。CMOS ロジック LSI 製造プロセスの応用で大量生産が可能なため、高電圧アナログ回路を持つ CCD イメージセンサと比較して安価であり、素子が小さいことから消費電力も少なく、 原理的にスミアやブルーミングが発生しないという長所がある。数百メガヘルツでの高速読み出しも行える。また、ロジック回路を同一製造プロセスで組み込めることから、画像処理回路をオンチップ化して、画像認識デバイス、人工視覚デバイスへの応用が研究されており、一部は商用化されている人工網膜チップとも呼ばれることがある。イメージセンサを ピクセルごとに3層を積層し、光の波長による透過の違いを利用して RGB を分別するフ保分 X3 も存在する。CCD に対してメリットのある反面、低焦度状況では素子そのものが不安定になりやすく、撮影した画像にはノイズが多くなる傾向がある。また、画素ごとに固定した増幅器が割り当てられるため、各増幅器の特性差により、 固定パターンのノイズを持つ性質があり、これを補正する回路が必要になる。近年では、PD の高出力化、低雑音化、PD から増幅器への電化転送効率の向上、PD の受光面積を相対的に拡大するための、トランジスタの複数画像間での共用化、利面照射型イメージセンサーの民生化など、様々な改良により、一般向けム無効だほか、特定の分野においては S。 絵の比が CCD イメージセンサーを凌駕するほどに向上してきた。電化化を同時に行えないという構造上、高速に動くものを撮影した時に進行方向に向かって像が歪んだり、ストロボのようなごく短時間の発光があると画像の垂直方向に明暗ができてしまう。問題ローリングシャッター現象がある。この問題には読み出し速度を向上させることで改善されている。 CMOS イメージセンサは CCD イメージセンサに比べるとより汎用の半導体製造装置を流用できることから基本的に CCD イメージセンサと比べた時に供給価格が安い。そのため安価なデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラの分野で盛んに使用され高価格帯の機器では1980年代から1990年代前半に 日立製作所のビデオカメラで採用されるなど極めて少数であった。一方、ビデオチャットなどで用いられる、いわゆるウェブカメラや携帯電話のカメラはそのほとんどが CMOS を搭載しており、矢野経済研究所の調査によると携帯電話へのカメラ機能搭載が普及しこともあり、2004年には CCD イメージセンサを出荷個数で抜いたとされる。 CCD に対して消費電力が少ないことから近年ではデジタル一眼レフカメラに使われることが多くなっている。キャノンは他社での生産に頼ることになる CCD イメージセンサーに対し自社で開発、製造が可能な CMOS イメージセンサーを2004年を春以降デジタル一眼レフの全機種で採用している。またニコンやソニーのデジタル一眼レフでもそれぞれ自社製の CMOS を全面的に用している。また、ソニーやキャノンは、民生用の小型 HD、ビデオカメラなどにも CMOS イメージセンサーを採用している。2009年当時は、シリコン基板上に作り込んだ、フォトダイオードはその上面に配線層が位置しているため、光の有効利用が阻害されていた。これは、開口率の問題というよりも斜めから入社する、光が配線層の壁で遮蔽されて、 フォトダイオードまで届かない、まるで深い井戸の底に位置する、フォトダイオード時光面を光で照らすような構造になっているためである。この問題は、コンパクトカメラのようなダイオードピッチの狭い、小さな撮像素子で顕著になる。この構造を改め、シリコン基板の裏面を研磨して、薄くし、裏面から受光する構造を持つ、BSE、裏面照射技術を採用した。 CMOS イメージセンサ製品が登場した。ソニーと、米オムニビジョンテクノロジーズ社、製造は、台湾の TSMCCO、LTD で量産されている。ただし、S、N は2倍程度まで改善するが劇的な向上では、ないとして、BSE 技術への移行を疑問視するメーカーもあった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。